どいアナが開けろよ開けて待っていいよこれからはどうします？ちょ歌舞伎に来たので行ってみたいところがあるホストに行ってみたいホストホストクラブ、うん、ホストクラブ行きますけど私知ってるところがないんでちょっと孫さんなんかアテンドしてほしいですああまあホストの知り合いいるんで、はい、行ってみますかはいホストつかないんやけどありがとうございますこれっていつまでなんやろ一回フリー止めてもらっていいですか男性たち一回ストップしてほしいなんかもうもしもし僕今あの高町の方と一緒にいてあの今ちょっと密着しててちょっと店行ってみたいって言ってるんですけど連れて行っていいですかね今営業してますあじゃあ結構お店から多分近いんでもう 2,3 分で行くと思うんではいすいませんあんちゃんは行ったことあるんですかいやないですないんだないですなんかねやっぱ行くなら歌舞伎町とかすごいものすごいじゃあ渡りますちょっと見てみたいあ、どうぞ見たことないのでいいですか近くまで行ってあ、大丈夫ですなんでしました。ここ入ります。ここ。あ、こっち。奥入ってエレベーター乗って3階。奥入ってエレベーター乗って3階。ドキドキ爆発。失礼します。初回のご説明させていただきます。はい、こちら一名が3名ずつお選びいただきます。はい、で、お酒が一人様につき焼酎1本と缶の飲み物を、はい、ご準備いたしますので、ご覧になってください。あんまり慣れてないので、お任せでって伝えてください。あはい。失礼します。はい、お願いします。イエーイ。オッツー。お願いします。いいですか、ご一緒。どうも、ガクと申します。お願いします。失礼します。いいですか、ご一緒。お願いします。あ、どうも。かわいい女に弱い誠です。あ、お願いします。どうですか。一発目。いいですか、ナミちゃんですか。ナミちゃんですか。ナミちゃんです。あ、やべえ。見て、見て。めちゃめちゃ綺麗だね。これ、いきなりは。いいのせい。本当。いや、違う。聞いてくださいよ。あ、はいはい。ボーさんのイメージはどんな感じ？ルナちゃんは、お酒強いですか？うん、
普通ぐらいです。めっちゃ酒飲んだよ。俺もそう思ったっす。結構飲んでないですか？いや、どう？あ、どうぞどうぞ。お遅れですか？いや、じゃあ愛情でいいですか？もう全然マジで。めっちゃ笑顔や。めっちゃ好きやもう。あの一番バカタイプの声だよ。いいですか？大丈夫大丈夫。みのちゃん。俺めっちゃ酒好きなんやけど、たまなって。僕、あんまりお酒飲まないんですよ。ね、2個しかないけど。でも今シラフですか、それとも酔ってますか？裏で、なんか知らないの。お酒飲みすぎて、今日は分かんない。え、違う、飲んだからってことです。あの、なんかさ、聞いてほしいのは、今日なんか発音があるんですって。あ、頑張ってくれよ。ちょっとあるから、だから、今日はもう、いや、間違いない。俺らもシャンパンですけど、ベロベロ、基本シャンパンしか飲まないから。ベロベロじゃない、シャンパン飲まない。怖い。マジで、シンプルな人だけが危ないよ、危ないよ。今、怪我する激しいね。でも、もう出来上がってるけど、この時間で大丈夫。やばすぎ。飲んでますよ今。でもよく待って、めっちゃ綺麗ですよ。誰ちゃんさん、ルナです。頑張れ頑張れ。名前覚えないで始まらないぞ。本当に申し訳ないですけど、あんまり好きじゃないから。僕、飲みついちゃって。お客さん来た時、名前間違えちゃうよ、そんなに言ったら。ありがとうございます。ありがとうございます。ルナちゃん、まだよかったら長いこと。ごっそ疲れんねんけど。なんでめっちゃ疲れんねんけど。どうしよう、あとこれ10回ぐらい。違う、多分カメラ回ってるし余計やん。あ、意識してるってこと。カメラ回ったんとか多分全然分からんな。しんどい。この人どうやった？よくもおもろいけど、なんかテンション高すぎてついていかれへん。自分のケースに向けて改めてさ、勉強になるやろ。自分の話ばっかりしてて、それ聞いてる側ってさ、面白いって感じる？そうそうそう。そんなんはすごい。急にガンガン来て、あ、飲もう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 。お心配です。ありがとうございました。まあ、そんなんも含めて。だから初めて来たけど、結局今んとこは、同じ仕事してるから、やっぱり、気使うのが一番。お願いします。お忙しいですか？はい、お願いします。いただきます。はい、いただきます。あ、いただきます。よろしくお願いします。リンクって言います。いただきます。いただきます。すいません。あ、いただきます。すいません。あ、開けています。あ、もういいんですか、取らせてもらって。はい、やった、ありがとうございます。僕だって今日に備えて6時間サウナと水風呂と岩盤浴ついてきましたあれか、ペラペラになってくるじゃん。もうでも気合だけは、気合で太くしていくんだもん。でもちょっと途中で挫折して、あ、学校でやめちゃったんですか？あ、そうなんですか。単語から幸せちょっとやめちゃって。大変ですもんね。3年ですもんね。いかもね。ごめんね、初回で何の話してんのってなっちゃうんだけど、もう全然。これがめちゃめちゃ俺めっちゃ好きだから。ありがとうございます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 。どうだった？あ、どうやん。なんかもう、あ、はじめまして、どうも。あの、すっごいガリガリの関西人みたいな人来た。そうだと言います。その声は、大体先にやられてますね。なんて先に、一緒に。あ、すいません。そうだですよ、お願いします。先にやられてます。あ、先に、かっこいい声で出ますか？出るよ。はい。イケボンって言うでしょ。はい。なんていう言葉がいいですか？結構お酒も。いや、なんでもいいんで。あの、今の声からこう、ちょっと。お願いします。はい。いやもうトイレットペーパーをかっこいい。8年ぐらいの付き合いに飲んでたんで、この人のおかげでちょっと酒いただきます。いいですか、飲んで。いただきます。危ない危ない危ないよ。どんな感じの人がタイプですか？この人ベタですけども。
あーもうプレーンのやつでも綺麗やから絶対丸々と思うの。いやいや全然よく言うたもんよ。これ溶かされたら嫌やな。これっていつまでなんやろ。美女たちいいですか。ようこそ。ようこそします。なんでこんな並べていただきます。あ、すいません、どうぞ。あ、もう関係ない。あ、もうだから、あのこんだけ全然酔っ払ってない。仕事の、仕事じゃないときは酔わないタイプですか。いや、どっちも酔わないでしょ。そこまで、そこまで飲まないと。なるほど。ただちょっとやちょっとじゃ酔わないで。じゃあちょっとはちょっと酔わしていこうかなっていうね。みんなで騒いで、うん、やっぱ飲みましょう。大阪出身の俺が言うのもあれやけど、多分言っちゃうと思う。LINE 今日聞いていいのこれ。あ、全然いいですよ。いいの、LINE 聞いて。あ、なるほどね。もうそれは貫こうって。ごちそうさまです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。ごちそうさまです。ごちそうさまです。ありがとうございました。よろしいですか。お願いします。はい、今日はレナちゃんですか。はい、お願いします。ホスト始めたのが20年。あ、そうなんですか。じゃあ最近ですか。ホスト始めたのが始めたのが半年前、7月になったのが。へー、そうなんですね。で、マジでありがとうございます。ソウさんとサムゲタン食べてるのを見たし、料理食べるのも知ってる。ありがとうございます。いいですか。あ、どうぞ。ちなみに裁縫できたおかげで指名も何回かもらえたことある。そうっすね。だから俺マジで店ではあんま華々しいのにめっちゃ裁縫が。いやいやいや、まあ、LINE 聞いていいですか。あ、はい。どういう人が好きなんですか。男のタイプとしても弱いやつ。弱いやつ、うん、逆にそれはそうでしょ。私が強いんだから、強い人来たらもうそれただのあれですよっていう感じです。もうぐらい男の人優しい人じゃないと無理かな。喧嘩したくないんで。じゃあ指示も聞いてください。聞いてほしい。聞かれたい。ご相談にされます。はい、あ、ありがとうございました。すいません。ご相談じゃあ送り選ばないかもしれないんで、はい、ありがとうございます。あ、どうぞ。ありがとうございます。あ、はい、あのさっきから来てたお兄さん一緒に呼んでもらっていいですか。もう一回フリー止めてもらっていいですか。今回ってる男性たち一回ストップしてほしい。あ、もうつかなくていい。あ、一瞬つかなくていいです。ちょっと大金さんに、はい、あ、はい、1、2、3、4、2、お待ちしています。もちろんご覧いただきます。もしよろしければお時間まだあるので、で、お時間あるんです。ちょっとだけ待っていいですか。お待ちしてください。じゃあ言ってくださいよ、まだあるって。終わってないよって。はいはいはい、よいしょ。お邪魔します。初めまして、ケイティって言います。あ、お願いします。ありがとうございます。3分、いや、1分でもいいです。一緒に一緒にしようと。2種類あるんだよ。何？これ違う、2種類。さすが姫様、お察しがよろしい。綺麗なレイディーやっぱ紅白で言ってやろうなと思いまして、これもう触れなくください。荷物がいっぱいで大変した。ありがとうございます。ちょっとあの撮影があったんで。撮影があって、なるほど、はい、もしよろしければLINE交換してもらえませんか。いいですか。はい、大事な。ケイティさんは、はい、ちょっと何ですか。20歳、何歳ですか。はい、年上さんですよ。年上さん、何歳っぽいですか。全部喋ってあれあれあれ、何歳だろう。35以上。やばいですよ、先生。先生あれ違う。言っていいですか。2月16で30です。あ、そうなんですか。早いです。早いです。早いです。出せ。悪を。嘘、私外さない。ほんまですか。ほんまに。絶対嘘。あんま見る目ないやないか。出せよ。1993。うわーって。ごめんなさい、いいですか、聞いてもらって。あ、え、おいくつですか。97年です。20、え、25ぐらいってこと。はい、いいです。なんか長いことやってくれてきたから、なんかおるさなった。失礼いたします。はい。答えの時間が間もなく終了となるんですが、最後誰か一番印象がいい子がいたらご挨拶させていただきたいんですけど、この子はいらっしゃいますでしょうか。これって、はい、もしも私らが一人ずつ選ぶじゃないですか。で、例えば、まあ、時間は私らも次があるので、ちょっともう出ないといけないんですけど、参加を下ろしてもこの人たちにはつかない。ご指名の電話に切り替えさせていただきますと、じゃあ一人おる。こんな高いの出されるって、なんか嫌やん。あの冷やかしと思われたら嫌やから、ちょっと安いのになるけど。
シャンパンをこれで。かしこまりました。ありがとうございます。誰？1、2分したらまたちょっとお金。あ、そうしてく。並んでんけど、でもやっぱ。失礼します。大変申し訳ございません。先ほどのご注文をいただいたシャンパンなんですけど、ちょっと在庫を切らしておりまして。いや、飲まないんで何でもいいですよ。それでもなんか店にとってあれがあれのやつで大丈夫です。誰にするの？え？アイリちゃんこの人、そうだそう。かぶってなかった。あ、大丈夫。私この人。わあ、もう。アリスム。まだ29歳あと5ヶ月。20代楽しんでください。ケイティのラスト20代を。いや申し訳ないなと。いや、ちょっと申し訳しちゃうか。遊び方はちょっとあんまりわからなかったかもしれない。え、今もう帰るんですか？今からお客様と。え、今からまた？はい、合流。今度はランスに来てくださってるお客さんと合流してから帰ろうかなと。せっかく東京来てるので、ご挨拶行けたらなと思ってる感じです。ありがとうございました。はい、よろしくお願いします。気をつけてくださいね、本当に意外と危ないんで。何があったら電話します。何があったら電話くださいね。ありがとうございます。はい。